男中、エマに起こしてもらったのよ。ううん、ランチを作ってから来るって。だからランチだけ先に来たの。やることがたくさんあって大変なのよ。あなたになら特別に見せてあげてもいいわね。みんなとやりたいことノート最新版よ。前書いてたことはもう叶っちゃったけど、みんなとやりたいことならどんどんアイデアが出てくるのよね。だってやっぱり二次学のみんなは最高なんだもの。同好会に来てみんなと一緒に活動するようになって、今までとは違ったところが見えてきたの。そんなのますます好きになっちゃうわ。そんなみんなとやってみたいことよ。見て、ランジュの願いは無限大なのよ。まず歩ね。歩は手芸が得意って言ってたわ。だからランジュ、手作りのものを交換したいの。カリンとはダンス対決ね。ミューズのエリとはしたんでしょ。それならランジュもやりたいわ。アイとは早朝ランニングよ。でもこれはランジュが一人で早起きできるようになったらにする。そうじゃないとフェアじゃないから。雫とは鎌倉散策をしてみたいの。オフィリアに挨拶したいのよ。ランジュは雫の親友だから紹介してもらわなきゃだわ。カナタには秘密のお昼寝スポットを教えてもらわなきゃ。ランジュもカナタとお昼寝するの。刹那とはアニメ鑑賞ね。刹那の凄さはきっと刹那の好きなことに秘密があると思うのよ。それを知りたいの。楽しいわ。お友達としたいことを考えるのはランジュにとって最高の幸せよ。ちょっと聞いてる？まだ終わってないわよ。かすみとはクレーンゲーム対決をしてみたいわ。それでランジュが勝ってかすみにプレゼントしてあげるの。サプライズよ。はあ、考えてるだけで楽しいわ。